西武株主、点が取れなくてつまらない、早く山川復帰させろ。株主質疑の序盤では基礎とか不基礎とか関わらず解雇というようなことも考えてもいいかと思います、との質問も出た。別の男性株主からは鉄道事業の質問の後に、山川選手がいつ復帰するのかと、所沢で今練習されているんですかね、なんかマスコミ見ると練習してるらしいんですが10キロほど痩せたって言うんですが、体調面も心配です、最近本当に点しか点が取れなくてつまんないんで、早く山川が復帰してくれることを望みます、と山川についても質問した。なお山川は20日の3分練習でも打撃練習などを言っていた。まああんな塩試合いつも見せられてたら犯罪者でも山川いた方が点取れて楽しいかもしれんな。一部の株主は性犯罪者だろうと許容してるんやな。あかんあかん、中日に来る予定なんやぞ。コンディション調整等々って何ですかね。一生コンディション調整してそう。コンプライアンス調整しろよ。コンプライ式ゼロの株主で草。常識のない株主様もおるんやな。言うほど山川いたら点取れるか。中日にひどいこと言わないでください。球団の対応だけじゃなくて株主の発言もアホで草。ご視聴ありがとうございました。